どうしましょう。早速つないでみましょうか。もう夜中にね、こんなごちゃ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 一人で喋ってね。参りました。セットアップしていきましょうか。プレイステーション4本体付属の HDMI ケーブルですね。 1.5 メートルといったところでしょうかね。ぶっ刺すと、アダプターがないっていうのはいいですね。普通の豚バラの電源ケーブルです。ここに、プレイステーションカメラですね。オブジュアリーのところに刺します。はい、刺した。これはテレビの前に置けということですね。前のプレイステーション i の時もそうだったんですけど、ケーブルが太すぎてカメラが軽すぎるんですよ。だからケーブルに影響されてね、コロコロ動くっていうね。もうちょっとこの辺工夫したらいいのになっていつも思います。上下の角度が変えられるみたいですね。同じの USB ケーブルですね。シャイダーの口の部分ですね。入れると OK。 メインの電源スイッチはなかったですね。電源を投入しますよ。せーの、きたー、ピーピー、きた。おお、青く光ってる、見える、青く光ってる。おーおお、きた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 。おお、シャイダーがオレンジ色に光ってる。ワイヤレスコントローラーデュアルショック4を USB ケーブルです。何日本語で PS ボタンを押します。はい、おお、なんか色変わった。日本語使います。はい、PSプレイステーション4のセットアップを始めましょう。インターネット接続とプレイステーションカメラと日付と時刻。はい、次。ネットワーク環境を確認中です。Wi-Fi を使います。これはワクワクするわ。さすがに35歳のおっさんといえどもね、ワクワクしますよ。おい。プレイステーションカメラを接続する。はい、カメラが接続されました。これ映ってますよね。ほら。タイムゾーンは東京でいいかな。2月23日の5時5分。そうですね。はい、同意する。エキサイティングなエンターテインメントの世界をお楽しみください。今すぐ始める。おお、何、フレンドのアクティビティやゲームの最新情報をチェックしましょう。え、これタッチパッドを触ったらどうなるの。何もならない。ネットワーク機能をご利用になるにはシステムソフトウェアをアップデートしてください。再起動してアップデート始めます。はい、いきなりアップデートですね。なんていうか水の中みたいな BGM ですね。かつ幻想的、かつ神奇臭いですね。俺ってこんな夜中にゲーム機を起動してキャッキャキャッキャ言ってて、こんな人生で俺は良かったんだろうか。こうふと我に返るというかね、自分を見つめ直すいい機会ですよね、このアップデートファイルのダウンロード中っていうのは。うん、俺はこの先何を目指して頑張っていったらいいんやろうかとか。プログレスバーっていうんですか、そこをこう脈打つように光がドピュッドピュッ。残り32秒ね、どのように、過ごせばいいのか、僕には全く分かりませんけども、この時間を利用しておしっこに行ってきます。ただいま戻りました。光がこうグラデーションになってるのもかっこいいですね。あ、しばらくお待ちください。インストールの準備中です。
準備が終わると PS4 は自動的に再起動してシステムソフトウェアをインストールします。さようでございますか。俺の顔が邪魔で画面が見えへんっていうね、長いな、正座して待つというね、そういう気持ちがよくわかりますね。こうしてる間にも私のカメラはこの無駄な工程をずっと、超高画質で映し出していくわけであります。1秒1秒ごとに何百メガというね、容量を消費しながらこのどうでもいいプログレスバーが伸びるだけの映像を記録し続けるわけであります。そうそう、今日ね、バンドの練習に行ってきたんですけどね、その中に東京に行ったメンバーがいましてね、お土産をもらいましたよ。シュガーバターサンドの木、これね多分前に食べたことがあると思う。食べてみましょうか。これちょっとボロボロ落ちる系かな。ちょうどいい甘さですね。再起動しましたね。インストールにまだ時間がかかる。何回再起動すんねやこれ。おお、なんかやばそうな画面出たね今。うまっ、これめっちゃうまいわ。もうちょっともらえばよかったな。はい、私さっきからねずっと正座してるんですけどね。PS ボタンを押してください。誰がこのコントローラーを使いますか。いや俺が使うねんけど。サインインね、はい、これはあれかな、ビッグバイパーがあったらいいな。長いなこれ。 Facebook の友達に Facebook ね、あ、しましょうか。やばいな、このギュインの Facebook はね仕事先の人も見るんですけど、これ大丈夫かな。まあいいでしょう。ゲームが好きで何が悪い。顔認識で PS4 が僕を認識できるようになってくれるのかい。じゃあ始める。近すぎるんか、近すぎるんか、顔が見つかります。いろいろな角度からあなたは顔を撮影します。次の画面でボックスの大きさに合わせて首を横に振ってください。え、さあやっとこれでよし。じゃあね、ゲームしましょうかね。とりあえずね、勝ったのはね、トゥームレイダー。トゥームレイダーシリーズね、やったことないんですけど、まあちょっと、一番まあ、俺の好みに合ってるかなと思ったんで、とりあえずこれ買ってみました。うわ、なんか、ここから音聞こえる。おー、すごいな。